この男、龍。皇族の血を引き、義兄弟、関羽、張飛と共に、漢帝国復興を目指す。この男、曹操。知性の脳神、乱世の勧誘と評され、帝を包帯して、天下に覇を唱えんとす。この男、孫策。実り豊かな南方を支配し、父の意志を継いで天下取りに名乗りを上げる。そして、この男、呂布。天下無双の武を持つ猛将。戦乱の世に己の生き方を貫かんとする。かくして先の見えぬ動乱の世に、英雄と呼ばれた男たちの熱い戦記が始まる。